落ちてるんですけど、はい、あの積極的に1対1の駆け引きからシューティング持っていってるからいい形じゃないかなと思いますね。ザクリボードロビンソン今のプレーも体を回想は、はい、ここですね、はい、これで体を寄せてレイアップですからね。なるほど、手を出せばファールの状態。クリフォードロビンソン、さあサカリーですを経由して戻ってきました。あ、いいパスですね、はい、エリー、あの最後までよく見てましたね、はい、あのパスも素晴らしい。あのフィニックスの方は非常に充実してますよね、はい、そういった意味では。ただ怪我人が多くてですね、はい、またトム・ググリオッタがインジュリーリストに逆戻りです。さあクリフォード・ロビンソン決めました。ロビンソンが逆転しました。スリーポイント部門の今リーダーが出ていますけれども、ティム・ハーダウェイの105個、レイ・アレンの99個、アントワン・ウォーカー91分ですね、はい、なかなか難しいんですけどね。さあヒットのパスからクリフ・ロビンソン、数年ゲームからですね、はい、ヒットとロビンソンを抜いてですね。いいですね、サンティアゴです。サカリーですにシュートはやっぱり外れました。さあ逆転しているボストンです。さあクリフ・ロビンソンの3、まあ、彼の持ち味ですね、はい、ウォット・ペリー、おーロビンソン、おーいいですね、はい、ペリーです。昨日フォードロビンソンの3です。またクリフォード・ロビンソンが、いいパスですね、自分に引きつけておいて最後サンティアゴです。あ、ディフェンスここもです、はい、クリフ・ロビンソンがカットしました。マーク・ブラントと代わって出てきました。クリフ・ロビンソンのほどのナイスパスです。あの下からアンダーああいうちょっとしたプレー、今のフリースロー1投目で10点に乗せてこれで11点目。ショーン・マリオンのリバウンド、ここからディフェンスいいですからね、はい、ファールなんですよね。クリフォード・ロビンソンが行きましたが、やはり、はい、ボストンの方は応援が違いますね、ええ、特にやはりディフェンスに力を入れたいと思うが持っているというのもあるかもしれませんが両方ですね、はい、リフ・ロビンソン、あようやくです、16ポイント目が、とりあえず NCAA の、はい、あのコメンテーターをするみたいなんですけどね。そうですか。ただ彼の気持ちとしてはそのまたカレッジのヘッドコーチをしたいと。おさあ、このシュートはあまり入らないですね彼は。いやいや今のも難しいですよ、ね、バンクショットが決まりました、はい、お逆にクリフォード・ロビンソン返しました。先ほどのサンティアゴのやつですね、はいはいはい、うん、サンズのシュートは際どいところ入りませんでした。ここで試合終了。